こんにちは、日野です。今回は、自分はですね何者でもないということについてお伝えしてみようと思います。でこれは、あるセミナーを見てて勉強させていただいたことなんですけれども、僕たちはですね自分をこう何者であるか、自分はこういう人間であるとか、ね、自分は、こういうことをしている人であるっていうふうに、決めてしまいがちなんですけども、これ決めてしまうということは、自分はこういう人間である、例えば自分は先生であるとか、自分はお医者さんであるとか、そういうふうに、職業で決めることもできますよね。でそういうふうに決めるっていうことはある意味固定してしまうことなんですね。自分はこういうものだっていう固定になっちゃうわけです。そうすると逆に言うと自由がなくなるわけです。制限がかかってしまうんですね。なのでこれはすごくいい言葉だなと思って聞いてたのが、自分はですね何者でもないと。一見これなんかこう否定的な感じが僕は初め一瞬受けたんですけども、でも考えてみたら自分は何者でもないということは、裏返しで何者でもなれるっていうことになるわけですよね。自分は何者でもない、私は何者でもないっていうことを、だから常に自分の胸の内に問いかけていく。そうすると自分は何にでもなれる、ね、自分は固定されていないわけですから何者にでもなれるっていうふうな前提からね、導き出せる答えが導き出されるんですね。なので自分を固定しない、自分はこういう人間である、自分は優しい人間である、自分は心の広い人間である、そういうふうにこう決めていってもいいんですけれども、逆に言うと自分は何者でもないというふうに決めることによって、自分はもっと自由度に、ね、自由で、自由な存在で、人と接していくことができるし、本当に神聖な気持ちで、常にこの日常に向き合っていけるんじゃないかなということを、ね、感じたんですね。なので自分は何者でもない、私は何者でもないということを時々、ね、問いかけるといいのではないでしょうか。僕自身はそのようにして自分を固定せず、どんどんねこう自由な感じで、あるいは裏返しで、何者でもなれるっていう前提を持って、日々接していきたいなというふうに感じています。以上です。ありがとうございます。